日産 R383 は日産自動車が1970年日本グランプリ及びキャンハムさん専用に開発したに座席レーシングカーである。当時の国際自動車連盟規定でグループ7にあたる。状況の変化のために実践には一度も出場しなかったことから幻のマシンとも呼ばれる。1969年の日本グランプリを R382 で制覇した日産は、グランプリ3連覇と、キャンハム3戦を見通し、R38 シリーズの総決算となる、次期型マシン R383 の開発に着手した。日本グランプリ用は、R382 と同じ GRX-3 型 V12 機筒6.0リットルエンジンを搭載。出力は100馬力向上して700馬力以上となった。 キャンアム用はそれにツインターボを装着する計画で900馬力を予定した。ライバルのトヨタが同時期に開発していたトヨタ7は交渉800馬力だった。R382 と外環上最大の相違はラジエーターがフロントからサイドへ移動したこと。このためノーズはすっきりスマートになった。空力特性の追求がそれまで以上に重要になっていたからである。 しかし1970年6月8日、日産は、公害、安全問題の解決に注力するという理由から、この年のグランプリ不参加を表明する。相手をなくしたトヨタもこれに続き、結局この年のグランプリは中止となった。この件に関しては、トヨタ7ターボの優位を知った日産が、勝ち逃げしたとも囁かれた。グランプリ不参加は決定したものの、キャンアム参戦を目指し、 R383 の開発は続行された。この年の8月には1号車が完成している。しかしキャンアム参戦を決定していたトヨタが、8月に起こした死亡事故で参戦を断念し、日産もこれに次ぐことになる。9月21日、正式に R383 の開発は中止された。2006年のニスモフェスティバルで走行する。 R383 R383 は一度も走行することなくお蔵入りしたが、6年後の1976年になって報道陣に公開され、翌年の第22回東京モーターショーでも参考出品の形で一般公開された。日産のプロトタイプマシンがサーキットに戻ってくるのはこれから10年以上後の1983年に、 登場するスカイラインターボシーまで待たなければならない。また、完全な日産の自社製プロトタイプとなると、1991年の日産 R91CP となる。開発から36年後の2006年12月3日、富士スピードウェイで開催されたニスモフェスティバルにおいて、レストアされた R383 が、初めてサーキットを走行した。 1984年に登場したグループシーカー、ルマン LM04C のハセミモータースポーツ車、スカイラインターボ C トミカは、青と白のラインで登場しており、製作に際して、同車の塗装を参考にしたと言われている。ありがとうございます。